中京競馬場第10レースは大部特別3歳以上2勝クラスタート1800m 16頭立て。今日の最高気温が33度まで上がっているブドウとスポーツの街大部。その大部はこの中京競馬場スタンドから見るとコースの右手南西の方向に広がっています。その大部の方向から吹き込む風、直線コースは向かい風の中京競馬場、今日の2つ目の特別戦大部特別スタートの時を迎えています。やや雲の量が多く日差しが出たり隠れたりを繰り返していますが、暑い3連休の初日を迎えた中京競馬場、今は日差しがいっぱいに降り注いでいます。最後16番ゲート金年ブルーム田口寛太収まって16頭スタートしました。まずは先陣争いですが、間から7番のレッドバロッサが押して出ていくか、外から10番アルベニス、さらには16番の金年ブルームが内に寄せていきまして、3頭の先陣争いが後続を少し離してペースが上がるかどうか。5番ゼットリアンは前の3頭を遠くに見て4番手の外、内2番のメイショーポペットで1コーナーカーブに入ります。あとは13番プラチナドリーム、このインコースに9番のフェルベンテと6番の小三絆です。2コーナーに入ったところ隊列が決まりました。7番レッドバロッサが逃げます、1馬身のリード。10番アルベニスが2番手で、外16番のカネトシブルーム、4番手の2頭が前との距離が詰まって、2番のメイショーパペット、4番手インコース、外に5番ゼットリアンです。今の段階で先頭までは4馬身5馬身ぐらいの位置。13番プラチナドリーム中段の前で、6番小三絆、あとは9番フェルベンテ、1番の黎明が中段インコース、外から12番大勢エピソード、あとは3番のサマービート、14番アンクラウデッドが続いていって、後方から8番グーデンドラークが位置を上げつつあります。11番のエイシン響きと、さらには4番ダッシュダクラウン。 1000m は62秒6で通過、1頭離れて15番キングダムウィナー最後方です。3コーナーカーブ、前は7番レッドバロッサリード体半分、10番アルベリス、16番のカネトシブルームが3番手から2番手を伺います。あとは2番メイショーポペット、5番ゼットリアンは5番手、その直後に8番グーデンドラークが位置を上げて5番手の外、4コーナーカーブ直線コースに向かいました。さあ7番レッドバロッサ先頭、1馬身のリード、外から2番のメイショーポペット並びかけます。さらに離れた外から5番ゼットリアンが差を詰めてきて前3頭広がった。今度は中から2番のメイショーポペット先頭に変わって、これに5番のゼットリアンが並びかける。2頭の後ろ3番手は7番レッドバロッサが粘るところに9番のフェルベンテ、さらに8番のグーデンドラークです。ここで5番ゼットリアン先頭に変わった。2番手2番のメイショーポペット、3番手9番のフェルベンテに、外から4番ダッシュダクラウン、先頭5番ゼットリアンゴール。2着は2番のメイショーポペット、9番のフェルベンテ3番手。